九小村の水田の辺村は岩手県の北部に位置する村である。瀬月内川の渓谷部に位置している。瀬月内川は概ね南北方向の流路をなしており、北上山地の丘陵に囲まれているため、谷底平野となっている川沿いの一部を除き、平野部は少ない。九古城はこの地域ではなく、二古市に存在する。これは、野辺市の居城といった意味合いである。 九古群の要塞としては、現九古、村役場庁舎の背後にある山、熊野間が候補地として有力である。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、9.87%減の5,865人であり、増減率は、県下33市町村中27位。折詰学折詰学山頂付近にはメボタルが多数生息しており、 毎年夏には100万匹以上のホタルが夜を舞う。村民有志による環境整備活動により全国から多数のカメラマンがホタルの撮影に訪れる。折め学の姫ボタル鑑賞会は毎年7月中頃に行われる。村内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 東日本東北新幹線を呼び、 IGR 岩手銀河鉄道岩手銀河鉄道線の二個駅。高速道路一般道路道の駅より、爪め茶の生産日本でも、有数のアマチの産地二千五年岩手県は、全国の約四分の一の木炭を生産している。国炭では、カルマイ町、山形村に次いで九個村は、第三位。1九9九年ブロイラーの、総生産額日本一の岩手県。 その中で生産量が多いのが旧小村。2001年の食調処理場調査によると、鶏肉の生産量では宮崎県、鹿児島県に次いで岩手県は第3位。戦国時代の英雄旧都政実ルを題材とした小説であり、話の舞台にも登場する。地元に自生する毛焼きや霧を使用した伝統的な家具。釘一本使用しない伝統技術。 環境に優しい漆を使用が特徴。いほない郵便局郵便局。ありがとうございます。